皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今日は皆さん分かる通り、私ってほぼすっぴんで動画撮ってるんですよね。皆さん分かる通り、まあリップくらいはやるんですけど、全然メイクやらないんですよ。出かける時もやるとしたらリップだけ。まあ理由は自分でもよく分かんないんですけど、まあ全然やらなくて、まあリップも持ってるの2本だけで、なんかもうちょっとメイク動画とかやってみたいなと思い出して、で自分に合うリップの色って何色だろうって思ったので、今回ダイソー100円ショップで8種類のリップを買ってきました。じゃん、全部100円。びっくりした、本当に。なんか3種類くらいしかないのかなと思ったら、100円ショップいろんな種類あるの、ずらーってリップだけ並んであって、やばっと思って、で今回いろんな色買ってきて、自分に合うリップの色を見つけてみたいと思います。じゃあ早速このリップを試してみたいと思います。まあ私さっきも言った通り、メイク全然やんないんで、リップくらいは合う色を見つけたいなって思ったので、ぜひ皆さんコメント欄で、この色絶対合わない、この色絶対合うと言ってください、お願いします。はい、じゃあ早速まず買ったものなんですけど、まずこちら、はい、キティちゃんの、こっちがリップクリームで、こっちリップグロスですね。私グロスの方をね初めて使います。赤とこれオレンジだって。はい、じゃあまずこのキティちゃんのリップ、赤、真っ赤かはあんま使わないね。これとか赤だけど薄めなんですよ。こっちが初めて買った口紅ですね。駅で買いました、急いで。ちょっとくらいになって、で駅で買いました。でこっちが友達と買ったキャンメイク、結構有名だよね、キャンメイクって。はい、じゃん、あ、こんな感じ。おー、なんかリップって感じがする。ほら、なんかもっとなんか斜めみたいな、こんな感じだと思った。本当にリップって感じ、ほら斜めになってるじゃん。はい、じゃあつけてみよう。真っ赤っか。じゃあちょっと携帯をちょっと、うわ、真っ赤、一気に赤くなりましたね。やば、私下手くそなんではみ出ちゃうか。うわ、真っ赤、こんな赤いの使った時ない、こんな感じです。赤すぎない？はあ、すごいね。なんかなんかなんか大人になった気分で、あのこれエントリーナンバー1番にするので、ナンバー、エントリーナンバー何番の子が一番良かったよっていうのをコメントで書いてください。私的にはこんな真っ赤はちょっとって感じですね。もっと薄い方がいいかな。じゃあ落として、次エントリーナンバー2番いきます。落ちるかな、ちゃんと。はい、まあ大体落ちたので、次エントリーナンバー2番、オレンジです。これグロスの方初めて。グロスってあれだよね、あの絵の具っぽい。じゃーん、いきます。おー、グロスってプルプルしてるね、ツヤがすごいです。グロス初めてだから下手くそなんですよ。温かい目で見守っててください。うわ、すんごい油ぎっしゅ、プルンプルン、ツヤがすごくない？これはすごい、ベタベタしてる。はい、こんな感じです。薄めですね。私こっちの方がいいかも。色はこっちの方がいいんですけど、グロスってやっぱなんかちょっとベタベタしてますね。でも色は全然こっちの方が私好きです。はい、これエントリーナンバー2番です。なんかもう本当に絵の具塗ったみたい。次エントリーナンバー3番、じゃん、これもリップグロス、でもなんか筆みたいなのじゃなくて、はい、こんな感じのミニサイズですね。すごいね、これ100円だからね。こんな感じで出してやるやつですね。これも初めて使いますね。はい、いきます。これはね、色はピンク。あ、これさっきのより全然ベタベタしない。はい、こんな感じです。私これ今一番いいかもしれない。さっきのは結構ね、塗りすぎたのか分かんないけど、結構ベタってなったんですけど、これあんまりって感じです。普通にちょうどいい感じ、ピンク色でした。エントリーナンバー3番ですよ、これ。はい、次行きましょう。はい、じゃあ次はこれ、じゃん、これなんかブランドみたいなのが同じなんでね。じゃあこっちからローズだって、ピンクっぽいね、これも。エントリーナンバー4、じゃん、お、ピンクだ、めっちゃピンク。これはいきます。あー、ピンクだ、本当ザピンクって感じですね。塗り心地はめちゃくちゃいいです。これ色もまあまあいいんじゃない？うん、いいね、これ塗り心地最高です。これどうですか皆さん、
私グロスとかよりもこういうなんかさ塗るタイプ、塗るタイプっていうかなんかこうやる方が好きです。よし、じゃあ次同じさっきのブランドみたいなやつと同じの、これいちごだって。エントリーナンバー5番、いちご、いちご赤かな。じゃあ、あ、こっちもさっきと同じ私の好きなタイプですね。クレヨンみたい、こんな感じです。赤かな、これは。うわ、赤い、すっごい、わお、めっちゃ赤ですね。でも一番最初のよりはそんな赤くないかもしれない。でも結構赤いですね、すごい。どうですか、なんかこっちのタイプいいんですけど、色とか塗りやすさとかはいいんですけど、潤いが足りないですね。だからいつも私リップ塗った後にやってます。潤いが足りないって乾燥しちゃって。わー、ほんと赤いね、落とした時も分かるわ、赤い。はい、エントリーナンバー5番でした。次はじゃん、赤いリップグロス。はい、いきます。またリップグロスの方ですね。じゃん、おお、プルプルですね、やっぱりリップグロスは。いきます。おお、はい、こんな感じ。めっちゃ良くない、これ。いいね、これは私今一番いいかも。え、結構いい、これ潤いもいいし、グロスっていいんだね。エントリーナンバー6番でした。え、結構プルプルですね、色も好きです。はい、じゃあ次はこれ同じ2種類、色が違うだけで、じゃん、これの紫とオレンジです。じゃあオレンジから。紫めっちゃ楽しみなんだけど、やばくない？紫って。はい、オレンジ。なんかもう入れ物もめっちゃオレンジって感じだから、オレンジ1個やったけどどんな感じなんだろう、違うのかな。やっぱ冷たい。あ、ほんのり、ほんとほんのり。なんかこれはちょっとあの水っぽいです。色もそんなつかないですね、全然。なんか水っぽいですね、ちょっとなんかあれね、クリアみたいな、そんな感じだと思う。でもあんまり色はつきません。はい、エントリーナンバー7番。次、最後エントリーナンバー8、紫です。すごそう、これ。わお、紫、これもさ同じ種類だから水っぽいのかな。いきます。うわお、すごい、こんな感じ。やっぱちょっと水っぽいんですけど、色はめっちゃつきますね、さっきのより。紫っぽくない？なんか赤っていう感じも、赤紫って感じがする。はい、こんな感じ。私的には一番エントリーナンバー3番とエントリーナンバー6番が良かったですね。結構あのこっちの塗るタイプも良かったんですけど、これピンクの潤いが足りなかったです。私カサカサなんでね、唇。はい、こんな感じです。じゃあ私が持ってるリップも塗ってみますか。じゃあスペシャルゲストとして塗りますね。結構気に入ってるのはこっちです。わかんないんですよ、ブランドとか。まあ、おすすめのブランドとかもあったらぜひ教えてください。はい、じゃあこっち行きます。これいつも使ってるやつ、これ結構潤いもありますよ。そんな赤くないし、これは結構気に入ってます。はい、こんな感じです、スペシャルゲスト。じゃあもう一人のスペシャルゲストも、これキャンメイクで結構有名なのよ。これ友達と買いました。これも結構潤いがあっていいです。はい、こんな感じです。色もほんのりつく感じで私好きです。これも結構気に入ってますね。はい、どうですか、こんな感じです。これもたまに使ってる。でも結構一番使ってるのはこれかな。でエントリーナンバー1番から。はい、ということで今回ね、いろいろな100円ショップのリップを試してみたんですけど、お願いします、どれが一番似合ってるかコメントに書いてください。一番多かった色を買いたいと思うんですけど、ブランドとかもいろいろあるじゃないですか。そういうのも全くわからないんで私なので、それおすすめブランドとかもコメントに書いてください、お願いします。で、新しく買ったリップとか紹介してほしい方もぜひコメントに書いてください。この動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。リキチャンネルでした。バイバーイ。